まずあの半熟のゆで卵を作るんですけどね、まあ、ちょっと今こっちあのお湯をして半熟のゆで卵をしています。あ、まあ、ゆで卵の作り方っていろいろあるんですけど、私はね小学校の時にはね、あの水に卵を入れて火をつけて11分とか言われてたんですよ。でずっとそれ守ってたんですけどね、なんかある時あの大人になってね、なんか半熟のが美味しいなみたいな、まあ、それは普通の固いゆで卵なんですけどね。でそれだってテストに出たりしてましたから、中学校とかのゆで卵なんか水から入れて11分とかで、もうずっと世の中当時水から入れるのがね普通だったんですよ。でそれだんだんなんかね、料理研究家の本の方たちのね本を読んでたらね、卵のあの黄身がすごい黄色い方が楽しいでしょ、綺麗だし、あれをいかに黄色を保つかって言ったら、まあドロッとした半熟はまあね、あのなかなかあのいる時といらない時あるでしょ、だからほどほどの半熟で、生黄色いのが鮮やかなのはどうしたらいいかとか言っていろいろこう調べたら、熱湯を沸騰した後に卵をそっと入れて8分、あれが一番綺麗だって言ってました。ということで、まあ冷蔵庫からね出した卵とあの違いますけどね、だからでも冷蔵庫からで、私は冷蔵庫から出した卵で8分にしてたんですよ。だから卵の大きさにもよりますからね、まあ、あれなんですけど、まあ、まあ大体でいいです、売りに出すわけじゃないんで。ということでね、今日はねこの3つ卵をね半熟作るんですけど、大体1個ぐらいピシッと割れるでしょ、だから1つ4分にするんです。4つでね、はい、それでちょっとすいません、8分測ってもらってもいいですか。すいません、8分ゆで卵を作ってる間にあの野菜のね準備をしましょう。あ、これねあれなんですよ、あのシーザーサラダを作ります。私が好きなんです、シーザーサラダが、まあ、何が好きかっていうと、乗ってるクルトンとあのシーザーサラダドレッシングがね、まあカロリー高いですけどね、他のドレッシングより、でもまあ好きなんですね。ただカロリーの高いのってね美味しいんですよ。そこはなかなかダイエットとかうまくいかないよね。サラダはあれですよね、水気をいかに切るかっていうのが大事なんで、まあ、私はなんかぐるんって回すあの水切りを持ってるんですけどね、今日持ってくるの忘れちゃったな。もうなんかそういうなかったら、その結構でもね場所取るんですよね、あれだから、あのまあしょっちゅう使うわけじゃないから、まあ、いらなかったら大体あのあれです、あのペーパータオルで拭いたらいいと思います。でこれとこれですね、あのベビーリーフ、このベビーリーフ最近こだわってて、あの美味しいんですよ。でこれもね、これもね、なんかボワッと洗ったらね全部どっか飛んでいっちゃうんで、流れていくんで、もういろいろ考えてあげる、この中で洗うことしました。 で洗って、でこれでねもう水を切ると、まあ、そんなあれでしょ、泥はないし、でもまあどこら辺ね、なんかあるか、なんか一応っていうことになります。それとあのね、ベビー、ちょミニトマトね、ミニトマト、はい、でミニトマトは、まあ、ヘタをちょっととりあえず取っといて、ミニトマトもね自宅で作るとよくたくさんできますけどね、もうなんかこんな感じですかね。でそれであとはまあベーコンをちょっと、これだったら2枚ぐらいですかね。これでベーコンを、ここ映ってるんですかね、なんか短冊のこんな感じな、1センチ幅、1センチ弱、7ミリぐらいかな、チリチリと炒めますというふうにしますね。でこれね、でそれで、はい、ということですね。その間に野菜をね拭いておきましょう。私家でこんなにねペーパータオル家では使わないんですよ、もったいないから。家ではいろいろとね布巾のね布とかいろいろ使ってるんで、ね、皆さんねペーパータオルもったいなくないとかで時々言われるんですけど、もったいないんですけどね、ここでは仕方がないので。子供たちってなんかね、当時はレタスは食べるけどなんかキャベツは食べないとかね、そんな感じでしたけど、レタスが好きだったですね。キャベツは刻んで炒めるとね食べるんですけどね、まあ何でも子供って柔らかいもの好きですよね。
からなんかうちはだからね意外結構虫歯は全然なかったんですけど、甘いものがいっぱい食べさせてたんですよ。だけど唯一ね避けたものってね飴かな。飴をねなんかしょっちゅう口の中に入れるのが一番危険だなと思ったんで、飴はねなるべく食べさせないっていうか買わなかったです。で私も今はね飴はね買わないんですよ。基本的にあると舐めてそのままずっと延々と舐めるんで、だから甘いものをねずっと口の中に入れておくっていうこと自体がまああれかな、やっぱ一番歯に悪いかなって感じですね。でねこれね、まあ、こんな感じですね。卵って本当白身と黄身のなんか固まる温度が全然違うから、なんか卵料理ってやっぱ一番難しいって言われますもんね。ということでちょっとその間にサラダなんでちょっと着々としてるだけです。でそれとでもこれなんか玉ねぎ薄切りとか入れたくなるんだけど、これは玉ねぎ薄切りはね入れない方がいいと思う。結構普通の野菜サラダには入ってるけど、まあまあ好き好きですけどね、なんか意外と味がきついかなって思うので。ということでね、ミニトマトはちょっとこれ4等分、まあ、この根元のちょっと硬いところはまあ親切に取ってあげるという。トマトもね種類がね多いですから、お好きなトマトでいいと思いますけど、大きなトマトの輪切りだとなんかドロドロしたの種がね出てきますからね、あれ取らないとなんかサラダが見栄えが悪くなっちゃうんで。でそうです。でこれで、だからこっちはちょっと忘れてました。でベーコンを炒めます。まあいわばちょっとカリカリベーコンにするっていう感じなんですよね。卵ってすぐ火が通っちゃうから、すぐこっちで水でやらないと。お鍋がね、お鍋が冷たくならないとダメなんですよね。まあ氷とか入れてもいいですけど、それもちょっと面倒なんで。でも今日なんかね、私新聞読んでたんですけど、誰かがなんか学者の方でしたかね、なんか面倒だっていうのはすごく大事だって言ってました。面倒なことを我慢してするのって本当にストレス溜まるし良くないし、面倒だと思うってことは何かこう引っかかる、やり方に何か引っかかるってことでしょ。面倒じゃないって思うやり方が大事だって書いてあって、あ、なんか私の考えてると同じだって思ったんですよ。だからね、面倒なことをね我慢しなくてもいいと思うんだけど、面倒なことはねちょっとやり方変えてまとめてやるとか、なんかちょっとやり方を変えたらいいと思う。面倒なのを面倒だなと思いながらねずっとやるとね、もうね基本的な人生面倒なことばっかりなので嫌じゃないですか。だからね、面倒なことは、まあ、工夫してしないといけないことが多いからするけど、面倒だなっていう気持ちでずっとするっていうのはねやめましょうね。で私だからずっと面倒なことは避けてきたんですよ。はい、それでね、あとはねクルトンなんですけどね、クルトンね好きなんですよ。これねフランスパンで作るとなんかすごいいい感じです。でもね子供ってフランスパン硬すぎるんですよね。だからもうこのこれはちょっと全粒粉っぽい玄米食パンですね。これちょっとこれこんなのにしてクルトン作ります。クルトンもね、何でもいいんですけど、ちょっと油ひいて、さっきの、ベーコン炒めたのをね、もう拭かずにひいて、そしてとりあえずね、でね、炒めたらちょっとカリッとしたらいいので、
その間にそのドレッシングを作りましょう。ドレッシングはね、意外となんていうか大事で、ドレッシングね、私いつもね、なんか好みの、ね、量をね決めてるんですよ。それだけちょっと紙に書いてきたんですけどね。これね、基本的にね、マヨネーズね、大さじ3、これ2、3、こんなもんでしょ。大さじ3に牛乳大さじ3。牛乳ね、うちの子たちね、牛乳嫌いなんですよ。だからね、いつも牛乳の大きなパック買ってくると、もう私もそんな飲まないので、なんかなんていうの、余っちゃうんですよね。であと、ホワイトシチューとかね、その作るといいんですけど、その前ぐらい作らないので腐っちゃうんで、ちょっとね、割高なんですけど、いつもこんなんでね料理作ってるんです。そうすると使い切るんで、まあ、クルトンこんな感じで、まあ、ちょっとこんなもちょっとね、こういうのちょっと入れてすると、まあちょっと香ばしい感じですかね。カリッとしないと美味しくないんだよね。ということで大さじ3なんですよ。だからまあ1でしょ、2でしょ、3ですね。そのままちょっと混ぜながら、大さじ3でしょ。あとすりおろしのニンニクがね大事なんで、これは少々、まあ、こんなもんですかね。はい、はい、これにね、でレモン果汁をね、小さじ1、レモン果汁、まあ、こんな簡単なのでいいですか、小さじ1。はい、で粉チーズがね大さじ1、まあ、これもですね、大さじ1と2分の1だわ。ちょっと私いつも多めに入れるんですよ。ということで、でクルトンもできそうですし、まあこんなもんですかね。ちょっとね、ベーコンですね、ベーコンをね乗せて、だ結構こうボリュームのあるあれですよね、サラダですよね。で乗せて、そしてまああれですね、半熟の卵ですけど、無事に半熟なってるかな。卵料理ってなんかほんと好き好きでしょ。うちの子供たちは半熟じゃないとって言って、目玉焼きも半熟にするんですけどね、まあ、ちょっと油断すると半熟がちょっと硬くなったりするとね、なんかとか言うんで、私作り直してたんですよ卵。めんどくさいでしょ。でも卵の好みってすごく大事だなと思ってたんでね、注文取ってました子供の。はい、それで、でもちょっとこれでちょっとね、感じで、まあいい感じじゃないですかこれ。いい感じ。はい、でこれで、であとね、これがまあクルトンを好きなだけ乗せるっていう。まあ、クルトンはね、本当はね、フランスパンをなんかバキバキにちぎってねした方がねかっこいいんですけどね、まあ子供は嫌いなんで、というようなことで、ちょっとなんか彩りがいいのか悪いのか分からなくなりましたけど、これは基本的にドレッシングが要なんで、あ、そうだからこれね、一人作るのめんどくさそうなんですけど、まあよく売ってますけど、シーザーサラダドレッシングって、あれよりね作った方がはるかに美味しいです。これはね、作るのおすすめします、本当に。はい、ということでドレッシングかけたらこんな白くなりましたけど、向こうでいただきましょう。はい、サラダはあれですよね、このままちょっとドレッシングかける前にベーコンはよそに外しといて、野菜のとこだけラップかけて冷蔵庫に入れておくと冷たくて美味しいですよね。で、まあ、作る直前に出すっていう感じです。結構色が綺麗ですよね。ドレッシングはね本当にね手作りがおすすめです。だからまあこのくらいのなんかこうネジ式のね、なんかあるじゃないですか、保存容器が、あれに
マヨネーズ入れて、あれ、あの牛乳入れて、あれでシャカ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 とすると結構あっという間にできるんですね。ここはちょっとあれがなかったんです、こう泡立て器でしましたけど、シャカシャカシャカで十分なんで、やっぱり、ね、ドレッシングはね作った方が美味しいんですよ。それとクルトンはねやっぱり作った方が美味しいということでね、こんなになりました。でまあなんかいい感じじゃないですかでいただきますね、はい、はい。ドレッシングはね、うん、美味しいですね、うん。でクルトン、うん、あのクルトンちょっとドレッシングがめちゃしなくなってるけど、うん、いい感じです。まあなんかドレッシングも自分で作るとね保存しなくていいので、そのままそのまま使ってしまえるので、もう使い切りなので、やっぱ保存料ってやっぱ怖いんですよね。だからね保存しなくていいように自分の家で作ったらいいと思いますよ。はい、ぜひお試しください